リーナズシモナ、イスタンブールでの2004年大会にて、ヨンファン、ヘルシンキでの2007年大会にて、ジェローニマス・ミリアス、ベオグラードでの2008年大会にて、リトアニアのユーロビジョンソングコンテストでは、リトアニアにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。リトアニアは1994年大会で初めてユーロビジョンソングコンテストに参加した。 この時リトアニア代表のオビットヤスビスニーザカスは無得点で再開となった後、リトアニアは翌年からの大会離脱を決定し、1999年大会でエシュタスマイルジェバスットがリトアニア後のサム。この時の低順位のため2000年大会では大会参加を認められず、翌2001年大会ではスキャンプのユーガットスタイルで再び大会に参加した。 この楽曲はリトアニア代表曲では、初めての英語。この時35得点を得て13位となったものの、翌年のアイボリスは、わずか12得点に止まり、ワースト2となった。2004年大会で準決勝が導入されて、以降には、2005年にローラザ・ラバーズのリトル・バイ・リトルが準決勝で最下位となった。翌年、リトアニアの放送局ライオ・トゥーボス・ネイシャナリーニッツ。 デイディッジス・アイ・アール・テラバイ・ジーヤは、LT ユナイテッドによる、サッカーのちゃんとのような楽曲、We Are the Winners を2006年の同国代表に選出した。これによってリトアニアは、初めて準決勝を通過し、決勝で162得点を集めて6位と、検討した。前年の高順位のためにリトアニアは2007年大会では、 準決勝を免除されたものの、リトアニア代表の4ファンはリトアニアにサイドの好順位をもたらすことはできず、28得点を得て21位に止まった。この時の28得点のうち12得点はアイルランドからのものである。2008年、ジェローニマス・ミリアスは決勝に進出することはできず、準決勝の参加者19国のうち16位に終わった。リトアニアは、 モスクワで行われる2009年大会に関して、もし、ロシアが武力の孤児と国際法の無視を続けるならば、リトアニアは大会をボイコットすると表明した。この声明は、南オセチア紛争に対して出されたものであった。文化大臣のジョナス・ジュッカスは、大会のボイコットについて、話すのは時期肖像であり、直上的な決定は、 外交関係に悪影響を及ぼしかねず、状況を悪化させるのみであるとした。リトアニアから高得点が送られた国々、リトアニアに高得点を送った国々、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。